プラス株式会社、ジョインテックス西日本センタープラス株式会社は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、総合事務用品メーカーである。オフィス用品分野では大手である。大掛かりな事務家具から筆記用の小物文具、さらに子会社によって、電子機器などの幅広いジャンルを取り扱う。なお、文具や事務機器をはじめとするオフィス用品の販売や、 その調達及び流通の効率化にも熱心であり、アスクルやジョインテックスなど関連会社や社内カンパニーを設立して取り組んでいる。現在のプラスは2001年4月19日に当時のプラス株式会社が設立した子会社であるジョインテックス株式会社が親会社である旧プラスを吸収合併し、称号を変更したものである。なお、 Q プラスは2000年4月21日に、当時のプラス株式会社から営業を譲り受けたもので、ある。多工質セラミックスパウダーを配合した消し、ゴム、エアインプラス株式会社、第22期決算広告、ABCD プラス株式会社、第24期決算広告、JFE システムズ BCN ハット、エアイン。プラス、2020年4月26日閲覧。 ありがとうございます。